するって10分ぐらいで、ここまで頑張れたらあと最後頑張れるよ、あとちょっとや、ちょっと頑張れ、もうちょい移動、先生6回です、頑張れ、既読つきました、何も言えねえ何も言えんかった、はい、ゆどちゃんです。先ほど、出産のため入院中のあーちゃんから、電話がかかってきて、陣痛促進剤でもまだちょっと生まれないということで、で、妊娠高血圧ということもあり、もうこれから帝王切開するみたいです。手術室入る直前まで電話つないでたんですけど、あーちゃんの痛みを訴える声が想像を絶するほどにすごくて何も言えなくなっちゃって、頑張れと、もうちょっとだよって、まあ、少しは言ったんですけど、本当はね、隣にいてずっと手を握ってあげられたらいいんですけど、今はコロナ禍なのでちょっとそういうのはできないと、ギリギリまでそばにいたかったですね。まあ、普通の人でも一人で怖いと痛いと思うのですが、発達障害の自閉症ということで、まあ、人一倍不安があったと思いますが、頑張って痛みに耐えてくれていました。強いお母さんですね。とりあえず多分痛みのピークは今なんで、本当あとちょっと頑張ってほしいです。まあ、僕の親も帝王切開で僕を産んだので、ちょっと傷とかが残っているのを、まあ、小さい頃に何度か見たことがあるんですけど、もう勲章だと思います。どんな形であれ、出産という恋は本当にすごいことだと思います。で、帝王切開の手術がどれぐらいで終わるのか分かりませんが、本当に母子ともに健康であってくれたら幸いだと思います。本当に今そばにいてあげられないのが
本当に悲しいんですけど仕方ないということで我慢します。でもまあちょっとねあんまりいい言葉はかけられてあげられなかったんですけど、直前にちょっと電話つなぐことができたので、まあ、少しでも僕の声を聞いて勇気が出てくれたらいいなと思います。まあちょっと急遽撮影してるんですけど、僕たち夫婦2人は発達障害を持つ夫婦ということで、結婚だったり出産だったり子育てだったり、こういう普通の人が当たり前に行っている人生のイベントというんでしょうか、こういうのをね発達障害を持つ夫婦2人ですが僕たちもできるんだよって、障害なんて関係なく人は幸せになれるんだよって、そういう発信もしたくてこういった動画も撮らせていただいております。あなたたちを見て勇気をもらいましたと、そういうコメントをいただいて、まあ、誰かの役に立てているんだなと少しずつ思っています。まあ、障害を持つお子さん親御さんが、僕たちを見て、僕でも大人になったら幸せになれるかもしれない、うちの子心配だけど大人になったら幸せになってくれるかもしれない、そんな希望に、なりたいと思っています。この辺で、終わりたいと思います。0時過ぎに、産婦人科から無事に生まれましたと連絡がありました。はあ、よかった。で、まあ、あーちゃんとも、電話して、まあ、無事に生まれたよという報告をあーちゃんの口からも聞けました。さっきはちょっと真剣な感じで動画を切り上げようと思ったんですけど、まあ、起きてるうちに嬉しい報告が来たんで嬉しい感じでこの動画を、締めておこうと思います。本当に、よかったです。応援してくれた方どうもありがとうございました。あーちゃんお疲れ様でした。バイバイ。